こんにちは。タップダンサーのビリーです。私の動画で最後音楽に合わせて皆さんにも楽しんでいただいてるんですけれども、そちらのピアノはピアニストの純子さんに弾いていただいております。実際、私たちがやってる体験会でも、ピアニストの純子さんのクラシックの演奏に乗せて、まあ踏んで楽しんだり、あとは聴いて見ていただいて楽しんだりしております。ぜひ遊びに来てください。それでは今日もチェアタップダンス頑張っていきましょう。それではついに皆さん次は振り付けにチャレンジしてみましょう。タップダンスの伝統的な技であるシャッフルという技も同時に覚えていくので頑張っていきましょう。それでは使うのは前だけです。かかと当てないように気をつけてくださいね。それでは前だけを使ってキックしてみましょう。それではせーのキック、せーのキック、もう一度せーのせーの、はい、OK です。では次は横から説明してみたいと思います。地面を軽く前でノックしてあげてください。で、キックするときについかかとが当たる場合が多いので気をつけましょう。では、ここにボールがあると思ってキックします。せーの、もう一度、せーの、せーの、せーの、OK です。続きましては、今度は後ろに戻す動きを練習していきたいと思います。前だけを使って、後ろにこう床をビンタするような気持ちで。せーの、後ろ。せーの、後ろ。せーの、後ろ。もう一度。せーの、後ろ。はい、OK です。で、この2つを組み合わせると、シャッフルという技になります。このような感じで。前、もう一度、せーの、前、後ろ。行ってみましょう。せーの、前、後ろ。せーの、前、後ろ。せーの、前、後ろ。かかとが当たらないように、前、後ろ。OK です。じゃあ、今度は前を向いて行ってみましょう。せーの、前、後ろ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 。では、次で最後です。前、後ろ、そしてスタンプ。覚えてますか？全部つけるステップになります。前、後ろ、ドン。いきましょう。せーの。前、後ろ。じゃあ反対も。前、後ろ。はい。前、後ろ。はい。前、後ろ。OK です。では、横からも見てみましょう。では、せーの、前、後ろ、ドン。はい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 、バッチリです。それでは、音楽に乗せて行ってみましょう。まずは、急に合わせるのは難しいので、手拍子で速さを測ってみてから、足の方に移りたいと思います。それでは、音楽。ちょっと早かったなという方のためにゆっくりとしたバージョンも練習しておきましょう。それでは音楽に合わせていってみましょう。Thank you.
それで、皆さん、いつもこの動画で素敵なピアノが聞こえてくるなと思っていただいてたと思うのですが、実は私がやってる体験会は生のミュージシャンが入ることもありまして、まあクラシックバージョンの時とジャズバージョンの時があるんですけど、クラシックの時は西田純子さんという素敵なピアニストの方にこう演奏していただいております。その純子さんに今回もレクチャーの動画用のピアノを撮っていただきました。皆さんも、素敵なピアノに乗せてタップダンス、チェアタップダンスを踊ってみたいなという方は、体験会情報を載せておりますので、ぜひ遊びに来てください。それではありがとうございました。また会えるのを楽しみにしております。今回の動画が参考になりましたら、いいね、そして、チャンネル登録の方よろしくお願いします。また見てみたい動画などございましたら、コメントやメッセージの方お待ちしております。ありがとうございました。